の徳之島元気テレビ。島帰ってきて何年ですか？もう10年経った？10年目ですね。もう10年です25の年に帰ってきたので、うん、ですね、もう今年35になりますんで。35歳になりました。いい男になりましたね。ひげがかっこいいな。もうひげも濃くもなって、いや、かっこいい、薄くなってほしいんですけど。龍馬君と同級生、安田龍馬と同級生、そうですね、うん、僕昔ね、はい、あの龍馬君と戸越君が来た時に、はい、うん、高校生の時に2人が来て、はい、あの自分たち金はいりませんから歌わせてくださいって。あ、覚えてます。言ったのを、はい、よく言ってきた。多分それはね、その当時の幸田先生が、うん、お前たち自分で頼んでこいって言われたと思うの、ね、そうですね。それも僕も覚えてて、龍馬と一緒にバンドやってたんですけど、うんうん、まあ、音楽部で幸田先生が顧問してて、ね、自分で直接行って丸野さんにお願いしたのを覚えてますもんね。ギター持ったのいつ頃から？ギター僕は中1ですね。中 1? 中1から早い、はい、早いのか、早いよね。まあ、でも中学1年生ぐらいから音楽の教室。大和では、きっかけとなったのが、うん、大阪のモーレっていうお店があるんですけど、はい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 、モーレさんで、うんうん、たまたま同級生のおばさんがママしてたので、そこに今の僕の奥さんと一緒に同級生で遊びに行って、うんうん、そこで歌が好きで、うん、いろいろ自分でもギター弾いたりしてますよっていう話から、うんうん、あ、じゃあ今度ギター持ってきて歌ってよみたいな軽い流れから、それがじゃあ、それがもう居酒屋ライブの始まり、 でした。僕は大和でそのライブ活動をしているときはそのモーレとあちこちこう回ってるじゃない、うん、はい、仕事と その両立というかバランスってバランスは大変ですよ。僕の中では非常にきつかったので、うんうんうん、やっぱ昼間、まあ、5時が定時といっても6時までかかったり、うんうん、ましてや7時までなったりとかする時もあるんですけど、うん、それでもやっぱ歌いに行くって言ってしまってる以上、うん、もうすぐ帰って着替えてすぐ電車乗って行って、ですぐステージやってで1部と2部やったらもう帰るのが12時とかなんで、そうです。でも次の仕事で次の仕事っていうのを結構まあ週2回とか3回とか繰り返してたんで、うんうんうん、まあでも僕、まずそれがきつかったって思っても、うんうん、すごい力になったと思いますよ。うん、まあ、その使命感ももちろんあるし、うんうん、歌いたいから歌もちろん歌うんですけど、うんうん、でそこで島の人とのこのつながりとかもすごい増えて、で今のこの僕の今やってる車の仕事でもそれはすごい力にもちろんなってると思いますね。その人脈じゃないですけど、じゃあそんな生活をまあまあ25までだ、25まで、はい、ですね、まあ、大阪にいて、です、はい、で26で島に帰ってきて、そうですね、25の、うん、25で帰ってきて、6の年ですかね、はい、うんうん、でそれは将来的に、うん、お父さんお母さんが経営しているこの、うん、自動車整備工場を継ごうと思っていたんですね。そうです、うん、もちろんまあまあそれがあって、うん、多少は自由にさせてもらったわけね。です、うん、まあ結構自由にはさせてもらってて、うんうん、まあ僕が向こうで音楽活動することにも何もこうするなとかもちろんないですし、結構野放しな感じで好き放題させられてましたね。もちろん自分も整備はやってないといけないっていうふうに、うんうんうん、自分でも思ってたんで、はい、まあ、でもそれをやってたから今島に帰ってきても、うんうん、こうスムーズに今の仕事に、はい、もちろん入れてるのもあるんですけどね、はい、うん、島で今まあ整備工場のお仕事、うん、もう完全に友人君が継いだんだよね。そうです、今一応代表になってます ね、 まあ、社長ですよね、はい、整備工場のね、はい、で、その仕事と音楽活動と、うん、ヤギ汁と、はい、両立って、うん、まあ、まあ当然仕事が優先だと思う今、ね、まあ、もちろんそうですけど、うん、島での音楽活動はまた向こうとはちょっと違う感じで、うんうん、本当に趣味
が強いので、うん、もう今は、うん、で今はバンドも僕らやってるんですけど、イージーバンド、イージーバンド、はい、5名いて、はい、5人とももちろんあの社会人で、はい、あのみんな仕事持ってますもんね。です、うん、なので、うん、まあみんなが同じ状況で、うん、あのまあ息抜きじゃないけど、うん、できる範囲でやってるっていうのが強いので、はいはい、無理のない程度、無理のない、あ、うん、それが一番でしょうね。で、でも島でもそんなにバンドで出れる場所もないし、うん、ですし、うん、で僕ももう一応もう整備士として会社の代表としてやってるんで、なかなかそのどこでもあちこち行けるような状態でもないので、うんうん、やっぱメインがあって、うん、できる範囲でできてるのはすごく僕の中でも、うん、まあ音楽と仕事とでいうと、うん、二人三脚に慣れてるような感じがします、ね、あでも両立して楽しそうですね、うん、両立できてます。結婚したのが25で結婚したんだ。です。じゃあ上の子いくつ？上の子は今8歳で9歳の年になります、うん、長女が今3年生で、はい、下の子が今4歳、うん、なんで2人です。あ、2人、うん、2人です。ああでもでもう子供たちはもう大和は知らなくて島だね。そうですね。長女が、うん、まあ10ヶ月ぐらい大阪で一緒にいたんですけど、うんうん、まあ子育てもあり、うん、まあいい天気かなと思って引き上げてきたような感じですね。じゃあもう完全にあの上の方は大和は知らない、ね、知らないですね。ですね、でも子供を島で育てられてよかったなと思うでしょう。うん、思います、うんうん、どんな時に思います？やっぱり子供もやっぱ幼稚園通わせたり、うんうん、で僕らも仕事に出たりするんで、うんうんうん、また送り迎えとか、うんまあ、ちょっとした時に子供の面倒見てもらったりとか、だから行事ごともやっぱじいちゃんばあちゃんも来てくれる環境にあったり、うんうんうん、やっぱ島はこう隣近所近いっていうのもあって、だそういうのですごいなんて言うんだろう、家族っていう感じがこっちはもちろんあの強いですよね。向こうだったらもう僕と奥さんと2人で頑張って10ヶ月なんかもうひいひいながら育てた記憶があるんですけど、まあこっち来てすごい楽させてもらいましたね。だってじいちゃんばあちゃんも面倒見たいんだから、うん、ああそうですよね、見たいでしょう。ヤギ汁はどんな時に釣ってきたんですか？ヤギ汁はですね、うん、ものすごい単純で、うんうん、当時まあ25歳の頃に僕がもう徳之島に引き上げるっていう話があって、うん、でワンマンライブをあのやるっていう話とか、はい、でもちろん CD をちゃんと残しておこうっていうことで、うんうん、あのさっき言った安田龍馬と一緒にこう僕の歌をこう曲作りを一緒にやってもらってたんですけど、うん、だからその中でも結構龍馬とふざけたりして、うん、なんかこう変なことを言ったり変な声で録音したりとかしたら結構遊ぶんですけど、そんな中でたまたまその当時流行ってたフナッシー、はいはいはい、フナッシーのナシ汁ビッシャーっていうのから、はいはい、なんかそっから何かのきっかけでヤギ汁がふと出てきて、うんうん、そっからヤギ汁ビッシャーっていうフレーズを、はいはい、なんか僕がずっと言ってたのかな、うんうん、でそっから曲になりましたね。長くて、うん、で、城友人さんの考える、うん、まあ、大好きな徳之島、はい、大好きなところってどこですか？徳之島の、島の、そう、島の徳之島の大好きなところ、あ、それは聞かれ初めてですね。初めて聞かれた、うん、徳之島の大好きなところは、うん、僕の中ではやっぱ子供たちが伸び伸び育ってくれてる今の環境ですかね。なんか向こうと比べたらあれなんですけど、うんうん、やっぱゆっくりもしてるし、うんうん、やっぱ外で走ったり、うん、まあ、ちょっと行けば海に行って泳げたり、なんかもう本当にもう今子供が中心なので、そうですね、僕の中っていうよりは今子供たちが幸せになれてるのが、うん、やっぱ一番なんかこう徳之島だからなのか、うん、まあもちろん環境もそうなんですけど、うん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 、今 それがやっぱりいいなと思いますね。子供たち幸せだね、うん、だもっとこう保育園とか、うんうん、もっとこう綺麗な保育園とか天城町に欲しいですけどねっていうのも、そうか、うん、なるほどね。じゃあ島は逆にまあ、まあ島こうあってほしいなという
うん、あ島にこうあってほしい、うん、で観光客もちろん、うん、いた方がいいですけど、うん、やっぱ飛行機を直行便がなんとか、うんはいはい、まあ、東京大阪ぐらいあればまた全然違うと思うんですよね、うんうんうん、でただまあその闘牛場も新しくできたりとか、うんうんうん、空港周りがすごい整備されていくにしても外からのお客さんがそこでこうぐるぐる回ってくれないと結局は島の中でいくら頑張ってもやっぱ限界が、うん、島の人のパイって2万人だから変わらないからね、うん、変わらない、うん、もうどんどん減っていく一方なので、うん、やっぱもう毎日外から人がどんどん来るようなまあ、世界自然遺産のきっかけもあってそういう風になってくれたらまたいいのかなと思いますよね、うんうん、じゃあ例えばこれからじゃあ城智人さんの人生の中でまあそうだなやっぱり、この整備工場の社長というよりは音楽を作る人、うんはいうんうん、ミュージシャンとして城さんはどんな活動をしていきたいですか音楽、うんまあ、音楽では、うん、やっぱその年とまあ、年取ったって言ったらあれなんですけどもう35を超えてきたら、うん、やっぱもういいおじさんだと思ってるんで、うんまあ、そのいいおじさんがいい味を出せれる音楽を、うんうんまあまあ、できればあの島の外にでも届けて、うんまあ、今メディアもいっぱいあるし SNS もいっぱいあるんでだそういうのを利用してなんかそういうかっこいい徳之島のなんか中年バンドみたいなのが少しでもこう、うん評価されたらいいなっていう感じで、うん、だから島の人を盛り上げるための歌っていうよりは、うん、やっぱ僕らができる最大のかっこいいやつをなんかこう作っていきたいなっていう感じがありますね、うん、そうかもうおじさんの世代もうおじさんなんでもう40見えてますからね、そうですね、うん、あじゃあ、城整備工場の社長としては、うん社長としては、うん、一番はやっぱ若い世代を、うんうんもっと増やしていきたい、うん、今従業員は従業員はまあ2人ですね、うんうんまあ、自分と親父の会長を入れて4人ですけど、うんはいはい、従業員やってもらってるのは2人ですね、うんうん、やっぱ高齢社会っていうのもあったりするので、うんうんうん、まあ本当に10年後どうなってるのかとかすごい不安になるんでやっぱ若い子が もっとこう島にも帰ってこれる環境であったりとか、うんうん、もちろんそういう若い子たちがこういう僕ら世代通して、うんうん、あの呼び込めるような会社今募集をしてるんですか募集はしてますよしてます、うん、してますしますじゃあ整備士天城町できたら天城町ですよね、うん、近くの人がいいですよね、うん、そうですよね、うんうん、整備士の、うん、もちろん資格を持っていて資格なくても全然大丈夫です。資格なくても大丈夫なんです。もうやる気さえあれば。そうですか。はい。もう、仕事しながら資格も取れますので。うん、ここで働きながらね。はい、そうですね。はいはいはい、もうやる気、まあ、車に興味が一番あれば、うんうんうん、多分、覚えも早いと思うんで。ぜひそういう方は、はい、これを見た方は、うん。ぜひよろしくお願いします。ね、もうじゃあ、いつでも募集というか、うんはい、もう面接は受け付けますから、ね。はい。もうハローワークにも。もう出してますんで、じゃあぜひぜひ、ぜひ、うんはい、一緒に、そうですね、働いたら楽しいです、ね。世代作りを、うん、車業界の世代作りをやっていきたいです。若い世代になって、なるほどね、ありがとうございます。じゃあぜひ白君と一緒に働きたいという方は、はい、こちらまで、こちらまで、どこだ、こちらまで、はいはいはい、ということで今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。おぼらだれ、おぼらだれ、ありがとうございます。はい4座